ではすると、今年度の第1回の、サプライチェーンリスクマネジメント講座で一応、本学の、合同セミナーというので、やらせていただければと思います。今日はあの3人の講演者を、お呼びしまして、で手元に3分しかないです。全体の流れのその資料が作ってなくてすいません。ここに貼ったのです。3部、資料があるかと思うんですけど、最初の講演者は、東京理科大の田中未来先生、小宮先生ですね。学生じゃ。で今日は多分講演者の年齢がすごく若い。で2番目が中学生の、しかも4年生の学生が、研究しては、研究室に配属されて数ヶ月なんですけど、一応発表を、マジだったので、先に誰だっけ、名前、アリエです。アリエだ。ひどい。名前はね、苦手なんで、アリエ君が。で、3番目が、本学に今年の4月から赴任された橋本先生、こちらにいるんですけど、彼も学生に間違えれるんですけど、一応、准教授。じゃあ、最初のご講演、田中先生で、ご意見をお願いしたいと思います。じゃあ、よろしくお願いします。あ、どうも、田中です。これ自己紹介ってあるんだっけ？あ、ありますね。はい、じゃあ、はい。サプライチェーンリスク管理のため の, あサプライ、のための、まあ、不確実性を考慮した最適化モデルっていう、まあ、お話をします。まあサプライ、そうですね、まあだから、まあ、やることは典型的な、まあ、サプライチェーン最適化問題、まあ、基本的な問題において、まあ、不確実性を考慮するように、最適化モデルを、まあ、ちょっと再考するというようなお話をします。はい。で、まあ、一応自己紹介を入れておきます。田中未来と言います。で、東京理科大学っていうところにいて、理工学部っていうところはまあポイントで、まあ、野田キャンパスにいて、まあ、ちょっと遠いと。東京じゃないじゃんって話なんだけど、まあそうです。で、よくやってることっていうのは最適化問題としてなんかある問題を定式化するっていうことと、定式化した最適化問題を解くためのアルゴリズムを作るっていうことを、まあ、よくやっていて、でそのだから もともとそのサプライチェーンっていうのは僕の専門ではなくて、まあ、たまたま、まあ、応用例として、まあ、あって、まあまあ、最近、まあ、久保先生たちと一緒になんか研究とか勉強とかをするようになったっていうそういうような経緯があります。で、まあ、僕の指導権というのは中津さんとか水野先生とかで、まあ、東工大の経口学の人たちで、まあ、この人たちはまあ最適化の人たちなので、まあ、そういう最適化の人ですよ僕もっていうそういうことです。で、もし何か聞きたいこととか共同研究とかしたいですとかそういうものがあれば遠慮なくこちらにメールをいただければまあ、大体返事をすると思います。大体っていうのはネットワークにつながっていればということです。はい、よろしくお願いします。で、今日の話の内容っていうのは大体この4つの、まあ、記事とか論文とかっていうのの紹介にあります。で、でこの一番上っていうのが、オペレーションズリサーチ学会の機関誌に、まあ、昨年の末に、まあ、載ったものです。で、久保先生とか小林さんとか武田さんとか野山先生とかっていう人と、まあ、一緒に、まあ、サプライチェーン最適化で、まあ、二次水計画問題っていうのがあるんですけど、でそれのサプライチェーンの応用の、まあ、記事を書いた。で二次水っていうのが、まあ、そのタイトルにあるんですけど、実際にやってることはその不確実性を考慮すると、まあ、二次水っていうのが、まあ、割と自然に出てきやすいっていうことで、やってることはその不確実性を考慮した、まあ、サプライチェーン最適化モデルっていうことになっています。でこれをやった後にですね、で二次水っていうのが出てきたんだけど、実は二次水使わなくてもできるよっていうことがちょっと調べたら分かって、だからこれを論文にしようと思ったらこれ見つけて論文にできなくなっちゃって困ったって話なんですけど、まあ、そういうのがあったので、まあ、ちょっとそれを簡単に紹介すると。でそれから、最近の研究
を、まあ、2つぐらい、まあ、こっちは簡単にこっちは、うん、ちゃんとっていう感じで紹介するというような感じになっています。でですね、この、まあ、記事を書くことになった経緯っていうのがあってですね、こうちょっとあれですね、こう電気を消すと多分顔がちゃんとわかるんですけど、村松先生っていう人が、まあ、久保先生 に今度その OR 学会の学会誌で二次水計画の特集をやるんです、でサプライチェーンの応用で何か書いてくださいって久保先生に言ったわけですね。でそうすると久保先生っていうのは多分ですね、村松さんも一緒にやりましょうと。でそれから二次水計画とかサプライチェーンっていったら、まあ、小林さんもう、まあ、専門家だし一緒にやりましょうと、それからロバート最適化をやってる武田さんも入れましょうっていうふうに、もう久保先生がこういろんな人をかき集めたわけですね。でそしたらこの小林さんと武田さんっていうのはこの悪い人で計算実験を全部僕に押し付けてきて、いやそれ嘘ですけど、まあ、計算実験をまあやったと。でまああの門前仲町で飲むために僕はこれをやったと、まあそういうことになっています。でまあ、そういうような経緯があって始めた、まあ、研究ですね。で、内容っていうのはその大体2つぐらいあって、その簡単なサプライチェーン最適化モデルのとして、まあ、ロットサイズ決定モデルとか、在庫豊作決定モデルっていうのが、まあ、あって、それについてその需要の不確実性とかを考慮するということを、まあ、考えます。で不確実性の考え方っていうのがこっち側とこっち側で微妙に違っていて、こっち側は、欠品する確率を制御する、その確率を制御するっていうタイプの不確実性の考慮の仕方で、こっち側っていうのは最悪の場合に大丈夫っていうような、そういう最悪の場合を考えるような、まあ、不確実性の考え方になっています。でだから、別にそのロットサイズ決定モデルだから安全在庫を考えなきゃいけないとかそういうわけではなくて、ロットサイズ決定モデルをロバストにしてもいいし、在庫豊作決定モデルでその確率的な制約を入れるっていうのももちろんできるので、まあそれは一つの例として聞いていただけるとよろしいかと思います。はい、で最初にロットサイズ決定モデルの方のお話をします。で考えてることっていうのは多機関にわたる、まあ、工場での、まあ、生産計画を考えたいと。で、費用っていうのは、まあ、生産費用っていうのがかかりますと。で、まあ、機械を、まあ、段取りするのには、まあ、なんか金型をこう取り替えたりするので費用がかかりますと。それから、1個物を作るのには、まあ、材料費みたいなのがかかるので変動費っていうのがかかりますよと。で生産量を、まあ、X ってした時に、何も作らないともちろん費用はかかんないけど、ちょっとでも作るとその、まあ、材料費っていうのは作った量に比例してかかるので、まあ、CX っていうような変動費と、あとは段取り費用っていうのは、まあ、固定で F っていうのがついてきますよ、そういうような状況です。で一方でその在庫を持つのにも、費用がかかるので、そいつっていうのは、まあ、これも変動費で、在庫量が i だとしたら i に比例するような在庫量がかかるっていうふうに、まあ、今回はなっています。でこの2つっていうのは実はトレードオフで、たくさん作って在庫を持つと段取りの回数を少なくすることができるから、これ減らすことはできるんだけどこっち増えるし、まあ、逆もまたしかりということになっていて、まあ、その辺をうまく調整して、まあ、コストを最小にするような計画を立てたいっていうのが、まあ、よくやる話です。でこの需要量とか、あるいはその、まあ、この辺に出てくる費用っていうのが、時間によって変わらないんだったら、いわゆる経済発注量モデルっていうのが、使えます。で、まあまあ、ご存知の方も多いかもしれませんが、まあ、一応復習をしておきます。で、そのこういうようなデータっていうのが、時間によって変わらない時っていうのは、まあ、なんていうのかな、まあ、在庫をできるだけ持たなくて、で、サイクリックなスケジュールをすると、まあ、いいですよっていうことは、まあ、知られています。だからこういうように、まあ、1回作って、在庫、需要量分だけだんだん在庫が減っていってゼロになったらまた作ると、でこういうような、ことをすると、でそうするとこの1周期あたりの費用っていうのが、
固定費プラス作った量に応じて決まる、これが製造費で、この辺っていうのがこの三角形の1個分の面積にかける保管費っていうふうになっていて、まあ、だからこれは全体として在庫のコストですね、っていうふうになりますと。でこれちょっと変形するとこうなって、で こいつを、L で割ると、そうすると単位時間あたりの費用っていうのが出てくるので、単位時間あたりの費用っていうのはこんな感じになりますと。でですね、でこの、まあ、一周期の長さっていうのをうまく決めて、この単位時間あたりの費用っていうのを最初にしてあげましょうと。でそうするとこいつを、まあ、この C×D っていうのは、L に関係ないので無視して、このこれ足すこれっていうのを目的関数だと思って、0以上の L っていう変数を、まあ、動かして、最小値を求めると、まあ、最小解を求めると、一番いい、一周期の長さっていうのは、まあ、こんな感じになると。で、そうすると生産量っていうのは、こいつに D をかければいいので、まあ、こんな感じになりますよっていうのが、経済発注量モデルでですと。で、まあ、こういうやつを、EOQ 公式っていうふうに呼ぶわけでした。でところが現実的じゃないわけですね。その需要が一定ですよとか、それぞれ費用っていうのが変わりませんよっていうのは、まああんまり現実的ではないわけです。なのでその実際にはその需要量とか費用っていうのが、期によって変動すると、いうのがあって、だあんまり現実的ではないわけですね。いやそれをそのまあ、単純に、あ、まあまあ、金融って変動するんだけど、まあ、今回はその、話をちょっと単純にするために、その生産の段階っていうのが単一段階で1個の製品しか作りませんよっていう、そういう状況を考えます。まあ、これはあの多段階にしても多品目にしてもあのすぐできることなので、まあ、それはあの簡単なお話をしますということです。でこういう設定っていうのは、まあ古典的なモデルっていうのは知られていて、いわゆるバグナビっていうのモデルっていうのがあるわけです。で、これなんか棒とかありますか？棒、あ、まあなければないでまあいいんですけど、あ、例それでもいいです。あ、じゃあお願いします。ですね、まあ段取り費用とか生産費用とか在庫費用っていうのが、期によって異なるわけですけども。それっていうのを、F と C と H っていうふうにして、時間を表す添え字 T っていうのを下につけて表すことにします。で、それから期 T における、需要量っていうのを DT っていうふうに書くことにします。それから、まあ、生産量っていうのは、まあ、その工場も限界があってもうこれ以上働けませんっていうようなそういう上限があるわけで、そいつっていうのを MT っていうふうにします。それから在庫量 もう倉庫これ以上入んないですっていうのがあって、それを、CT っていうふうに書くことにします。はい。で、まあ、それらっていうのは定数ですね。はい。で一方で我々決めなきゃいけないのは変、まあ、それは変数ですけど、決めなきゃいけないのはまあ、各機で作るか作らないかまずっていうのがあって、生産するとき1、そうでないとき0になるような変数を YT っていうふうにします。それから、作るんだったら、まあ、生産量をどれだけ作りますかっていうのがあって、それは XT です。であとは各機で持ってる在庫量っていうのを IT っていうふうにします。でそうするとそのこの辺をうまく決めて、総コスト生産費と保管費の和を、まあ、最小化する問題っていうのはこんな風に書きます。これ何かっていう と、初期の在庫は0です。で、前の日の、期末の在庫量に生産量を足して需要量を引いたら次の日の今日の期末の在庫量になりますよ。でそれから、在庫量っていうのは、借りてくることできないので、まあ、0以上でこれ以上入んないよっていう定数以下ですと。
でそれから、生産量っていうのはこれだから YT が1の時っていうのは生産をするので、ここっていうのはこういう感じになるわけですけど、生産をする時は、まあ負の生産ってできないので0以上で、生産の限界以下ですよ。で YT が0の時っていうのはここが0になるので XT っていうのが0以上0以下になって XT が0になると。だから作らない時はちゃんと作らないっていうふうになりますよっていうような式になっています。で目的関数っていうのは、ここはその作ったところについてだけ1になるので、その作った日の段取り比っていうのがちゃんと足されるし、ここは、生産の生産費用、変動費ですね、とあとは保管費用っていうのが、まあ、計画期間全体について足し算されてそれを最小化しましょうっていうふうになっています。でこれはまあ混合数計画問題なので、まあ、簡単に解くことができる、はい、なんですけど、これさっき あの上に書いてあったやつと同じです。なんですけど実は需要っていうのは、まあ、不確実で、その不確実ですよね。その将来何個売れるかっていうのはよくわからないわけです。でさっきのモデルで使うものっていうのはこの DT っていうのは需要量を使わなきゃいけなかったんだけど、それっていうのは本当は予測値なわけですね。需要がこれだけ来るだろうっていう値を使うわけです。でところがやっぱり需要の予測っていうのは難しくって、まあ、多分それだけでも研究になると思うんだけども、まあ、今回はその予測した値を使わなきゃいけないから、まあまあまあ難しいわけですね。でさっきの最適化モデルと、 ありがとうございます、棒がいいです、棒がいい、はい、最適化モデルを解くと、そのだコストを最小にしたいわけだから余計なもの作らないわけですね。でそうするとその需要量の予測値に対して必要最適な量しか作らないので、そうすると需要予測値がもし少なめに見積もってて予測値よりも多く その需要があったらもう欠品したわけですね。そうするとなんかこうなんかブラックだなっていう感じになって困るわけです。なので、まあ、在庫を余計に持ちましょうっていうのが、まあ、ありがちなストーリーなわけですね。でよくやる方法っていうのが、まあ、安全在庫ですね。需要量 D っていうのが正規分布、平均μ、分散シグマ事情標準偏差シグマの、正規分布に従うときに、欠品する確率を1引く p 以下にしたかったら、これまあちょっと計算すると、まあいいか、生産量っていうのは、この平均プラス、標準偏差かける、まあこのくらい。これっていうのは、これ書いてないな、標準正規分布の、分布関数の逆関数ですねくらい、持つ必要があると、だ欠品率を例えば 5倍以下にしたかったら 1.65 かけるシグマみたいなのを足すみたいなことを、よくするわけですね。だから今までやったのっていうのは こうなんですけど、そのさっきのさっきの、予測値をそのまま使うっていうのだと ここの項がなくて、予測値をそのまま使いましょうっていうことなんですけど、それよりちょっと余分に、生産したら、このぐらいの欠品率に抑えることができますっていうのはよく使うわけです。でこんな話をちょっと使いましょう。でこっから先の話ではその各期の需要量っていうのが独立に正規分布に従うっていうふうにします。でこの独立性の過程っていうのは、まあ後で外れます、まあ、正規分布っていうのも実は外せるってことがまあ分かるんですけど、まあ、それはとりあえず置いといて、まあ、今は独立に正規分布に従うっていうふうにします。はい、でここから先っていうのはその安全在庫をコールしたいんだけど、さっきのロスサイズ決定モデルにまあ、簡単に入れる方法っていうのとちゃんと入れる方法っていうこの2つをまあ紹介します。まず簡単に入れる方法ですね。簡単に入れる方法、さっきの最初に紹介した EOQ 公式っていうのはその需要とかが定常的じゃないんだから使えないじゃんって話だったんですけど、なんとなくの見積もりぐらいはできるわけですね。その生産間隔をなんとなく見積もってあげることはできる。で
なんだこれ段取り費用とか保管費用とかっていうのの、平均値を使って EOQ 公式を使うと。でそうすると、まあ、大体このくらいの間隔で生産してますよねっていうのが、まあ、なんとなく分かるわけです。でそうすると、平均的に必要平均的に必要な在庫量安全在庫量っていうのが大体分かると。ここのルートの部分っていうのが、平均的な、需要量の標準偏差需要量の平均的な意味での標準偏差になるのでそれに、まあ、この値をかけてやればこれ安全在庫係数をかけてやると、まあ、大体どのくらい安全在庫っていうのが必要かっていうのはなんとなく分かるわけです。でこの定数っていうのをここの在庫量の下限の、うん、不等式の下側のところに置き換えてやると、うん、まあ簡単に、さっきのモデルにその安全在庫っていう考え方を突っ込むことができます。ただそうするとその生産間隔っていうのがその平均的なあさっきのこの L バーですね、L バーっていないですか、このここで求めた L バーっていうものよりも、長くなるとその安全在庫量というのは不足してしまうので、まあ、生産間隔が L バーよりも長くならないような長くならないように、まあ、制約を、まあ、くっつけることもまあできるでしょう。でそれでは例えばその、連続する L バー庫のまあL バー庫について、この YT っていう変数を足すとどっかで必ず1がなきゃいけないよっていうふうな、式で書くことができます。例えば L バーっていうのが4の時に YT っていうのがこんな感じだとしたら、4つ0が続くとその生産間隔っていうのが L バーよりも長くなってるのでこれ制約満たしてないから実行不能ですよ。まあ、そんなような工夫もまあ簡単にその安全在庫を考えるんだったらまあこのような工夫をするとまあできるということです。で一方でそのロットサイズを先に決めてそれから安全在庫を後で積みますっていうこともまあできると思います。でそれっていうのはさっきのもともとの何も工夫してないバグナビッチのモデルを解いて最適解を計算します。でそこでその生産する木についてその生産する木っていうのを T1、T2、TK っていうふうにしますと。でそうするとその TI での生産っていうのは TI から TI プラス1の前の木までの需要っていうのを賄う必要があるのである、わけですよね。そのこの間生産しないわけですから。でそうするとこの間の需要量を賄わなきゃいけないんだからこの間の需要量のそのまあなんていうかな需要量の予測値プラス 1.65 かける標準偏差みたいなことをしたいわけです。だからこういう標準偏差を求めましょうと。そうするとまあこんな感じですね。でこれっていうのはまあ定数ですよ。でそうするとこれに安全在庫係数っていうのをかけて安全在庫を持ちましょうと。でそうすると生産量とか在庫量っていうのは、まあ、これだけ足しとけば、まあ、まあ欠品率を抑えることができますねっていうことになります。まあこれは単純にやるとしたらこうですよということです。はい、じゃあちゃんと入れましょうということです。もちろんだここまでやってることっていうのはその最適モデルを解いてからやる、安全在庫を追加するとか言ってるのでその本当の意味で一番いいとは最適解とは言えないわけですね。その同時にこのロットサイズの決定っていうのと安全在庫の決定っていうのを同時にやらないといけないわけです。これは絶対終わらないですね。まあいいや。でそれ同時にやるっていうことを考えます。で、まあ、変数を導入します。キー S の生産でキー T の需要を賄うときに1でそうでないときに0っていうような変数を用意します。でそうすると、S 機の生産で賄う需要量の相場の、標準偏差っていうのが、まあ、この01指定変数を使ってこんな感じで書くことができます。
で、これっていうのはそのこれ01の整数変数だったので事乗しても同じです。 XST っていうのは01なので事乗しても変わりません。で、生産を行うキー S においてその安全在庫のために追加で作んなきゃいけないよっていうのはこいつに、Z をかければよかったので、まあ、こんな感じで計算することができます。で、そうすると キー S での、これ、まあ、生産するキーだと思ってください。キー S での、在庫量っていうのは、そこから先の賄わなきゃいけない、需要の、まあ、平均値プラス安全在庫量で、安全在庫量の加減っていうのはこんな感じにしとくと、まあ、できるよということになるわけです。で、キー ST、キー S の生産でキー T の需要を賄うときに1で、そうでないときに0になるような XST っていうのは、まあ、こんなような制約を入れれば、まあ、できるんだけど、どうも多分この調子でいくと終わらないので、ちょっとここはスキップします。で、まあ、こんな感じで全体としては書けます。で、でも書けたはいいんだけど、いやこれなんかその事情と変数の事情とか入ってるしルートとか入ってるし、いやなんか非典型で解けないんじゃないですかと思われる方いらっしゃるかもしれませんが、これ実はその二次推制約っていうのになっていて、まあ最近割と扱いやすい、扱えるようになってきてるような制約です。で、二次推って何かっていうと、D 次元ベクトルが二次推に入ってるよっていうのは1個目の成分っていうのが残りの成分の2ノルム以上ですよっていうような、そういうような推移のことを言います。そういうのはまあもの、3次元の場合っていうのはこんな感じの円推移ですね。で、こいつが制約条件に入っているようなもん入ってて、目的関数が線形で制約条件も線形ですよっていうような問題を、二次推計画問題とか二次推最適化問題って呼ぶんですけど、それっていうのは内転法っていうアルゴリズムを用いると多項式時間でとかで、まあ、早く解けるっていうことだと思ってください。で、これに整数変数が入ってる問題っていうのを、混合整数二次推計画問題とかっていうんですけど、それっていうのは、まあ、商用のソフトウェア、例えばグロービーとかシープレックスとかスキップとかを用いると、まあ、簡単に解くことができます。なので、まあ、さっきの問題っていうのは実は、まあ、そんなに解くのは難しくないですよということです。で、これを使ったらどれだけ良くなりますかっていうのを、まあ、計算してみましたっていうのが、まあ、その結果をちょっとお話しします。で、最初に紹介したその簡単な方法っていうのは、まあ、この2つですけども、これっていうのは安全在庫を先に決めてからロットサイズを決めますよっていう方法だし、ロットサイズを先に決めてから安全在庫を決めてる方法ですよ。だからこれその本当の意味での最適解ではないですよっていうことをさっき言いました。で、これは同時に決めてるから、まあ、そのマシンの意味での最適解ですよっていうことです。で、この、 その同時に決めるとどれだけ良くなるのかっていうのを、まあ、実際に見てみましょうと、いうことを、まあ、いくつか の、 その条件でその最適解を実際に計算してみて、まあ、どれだけ良くなるかっていうのを見てみましたということです。で、期間の長さっていうのが、計画期間の長さっていうのが、まあ、30から50。これ本当ですか？あ、本当ですね。30から50で、段取り費用っていうのが、まあ、100×、まあ、なんか乱数ぐらい。で、それから需要量の、需要の平均値っていうのが100プラス、まあ、マイナス25から25ぐらいの、一応乱数ぐらいで、やっています。で、それから、需要量の、標準偏差が、まあ、5ぐらいで、それから生産費用と保管費用っていうのが、まあ、1で、それからあとはその在庫量の上限と生産量の上限っていうのが、だいたいこのぐらいで、まあ、ここの部分っていうのが需要の平均ですか、難しいですね、
需要量の、まあ、期待値のこれ各期によってことなので期に関する平均を取ると、まあ、これですね。でそれの2倍とか3倍とか4倍とか5倍ぐらい、だからまあ十分な量を、まあ、倉庫に入るし十分な量を作ることができるっていうそういう状況です。でそれから安全在庫係数っていうのは 1.65 にしといて、欠品率っていうのは 5% に抑えることができるっていう感じです。で計算環境はこれですね、このノートパソコンで、まあ、そんなによくはないと思うんですけど、こう、はいはい、テーブルでやろうとすると、はいはい、サイクル時間っていくつなんですか、はいはい、EOQ でだいたい何期に1回ぐらい発注生産すればいいの、どのくらいでしたっけ、計算すればいいんですけど、F がすごいバラついてるから、まあだいたい100×500 ぐらいじゃないですか、だいたい間だと思えば、やった感じだとどのぐらい、いや、ま、あのこれやったのが前だ、だいぶ前なので覚えてないんですけど、需要の平均が100か、需要の平均100ですね。どのくらいでしたっけ、 2×500×100 の分計算機、まあ、まあ、いや、F のばらつきがあまりにも大きいので、はいはい、段取りをする生産をする機器が決まっちゃうのかな、ああ、だからちょっと差がついてるってことは、差はついてますね、差はついてますね、差はついていて、まあ、結構その、段取りを行う日っていうのは、うん、まあ、割と決まりがちっちゃ決まりがちですね、その F がちっちゃいところで割とあの、だよね、うん、段取りしましょうっていうのは、まあ、そういう感じの会話得られますね、確かにね、うん、30サイクル時間30ぐらい、え、本当ですか、それちょっともう1回か2回しか段取りしてないとか、え、そんなことなかったと思うんだけどな、そうなんだね、そんなことなかったと思うけど、あ、まあまあ、まあ、ちょっと気、はい、覚えてないですね、はい、で、まあ、こんな感じで、まず、安全在庫を先に決めてからロットサイズを決めましょうっていうやつと同時に決めるとどれだけいいですかっていうのを比較しましたよと。で、この横軸っていうのがそれぞれの、なんか変動させたやつがその 木の長さ と、これ大体何倍にするかっていうのを変えているので、その条件を横軸にとっていて、縦軸っていうのが、まあ、コストですねになっています。はい、X が300だから、はい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 、発注量が300で、で平均100だから需要で割ると3期に1遍か、ああ、そんくらいですよね、そんなもん、うん、はい、うん、だってだからあれですよね、だってこのインスタンスってあの久保先生が作ったやつを元にして作ってるから、うん、おかしかったそうそう、はいおかしいって言われると、っていう話になるんですけど、 F はそんなに減らしてました、はい、段取り、あ、そうだったと思いますよ、あ、そうなんだ、はいはい、でですね、まあ結構良くなってるんですね、この辺とかこの辺とか、こういうその、倉庫によよあのなんていうのかな、倉庫とかあるいは工場の生産能力に、まあ、余裕がある時っていうのは、まあ、なんか結構差が出るなっていう感じがあります。はい、一方でそのロットサイズを先に決めてから安全在庫を後でその足しましょうっていうのだと、まあ、コスト的にはまああんまり変わらない。なんでかっていうと、これだから安全在庫先ロットサイズ先に決めて安全在庫を後で加えるってことをすると、そのあ安全在庫を新しく作ったら実はそれ工場の生産量の限界を超えてましたよってことがまああるわけです。でそうするとその何ですか、 この方法をやるとその安全在庫を作ったがためにその制約条件に違反することがあるわけですね。で、まあ、結構違反するわけですね。で特にだこのこういう、生産能力とかそういうのがタイトな場合ですね、2倍ぐらいですよね、3倍ぐらいですね。だからこういうようなところとか、まあ、こういうようなところだとその上限の制約っていうのを違反しがちになるので、そうするとまあ、こういうのが出てきて実は良くないですよっていうことが分かります。で一方でその同時に決めるとちゃんと制約条件満たすので、まあコスト同じぐらいだけど、まあ、ちゃんと制約条件満たしてて良かったですねということになります。まあだから
結構いいですねっていう話ですね。はい、でここまで来たと。でこれをより高速にかつより一般的にやる方法っていうのが実はその調べてみるとあって、まあ、その話をします。でこれその計算実験にはそのどのくらい計算時間がかかりましたかってことはあんまり書いてないんですけれども、二次推計化問題、まあ、簡単に解けるって言いましたけど、まあ、LP よりは難しいわけですね。線形計画よりはやっぱ難しくて、やっぱりなかなか計算時間かかるわけです。数時間とか平気でかかります。で、だからできれば SOCP 二次推使わないでやりたいわけです。でそれができますよということです。はい、二次推制約使わなくても停止化できますと。それからさっきはその需要の分布を正規分布にしてましたけど、正規分布じゃなくても実はできますよっていうような、この2つのまあいいことがあります。でそれからあとはあの独立じゃなくてもいいと。で仮定があって、連続する複数の期にわたる需要量の和の分布関数の逆関数、まあこんな感じですね。期 S から T までの需要量の足し算、まあ、これ確率変数ですけど、これの分布関数の逆関数っていうのがまあ分かりますよ。まあ、この値が分かるぐらいでまあいいんですけど、まあ、これを使う、はい、っていう感じですね。で、まあ、KT で欠品する確率を1引き P 以下にするようなモデルっていうのは、まあ、これがまあ基本的なワグナービッティのモデルをすると、それに、KT での在庫量が0以上になっているような、0以下になったら欠品なので0以上になっている確率っていうのが P 以上ですよっていう制約をまあ、くっつけると、まあ、これを満たしてくるわけですね。でこの確率制約っていうのを書き換えます。今ちょっとキー T に着目します。でこの期で生産を行ってないとしましょう。でその直前で生産を行っている期、これ0が並んでて0、0、0ってなってて、ここに1がある、これ直前ですね。でこの KT の直前に生産を行う期っていうのを S っていうふうにまあ名前を付けましょう。でそうするとここでの在庫量っていうのが重要ですね。そのここでの在庫量っていうのはその需要量がだんだん減っていくだけなので、まああんまり重要じゃない。ここでの在庫量っていうのはまあ一番大事ですね。でその KT への在庫量が0以上だよっていうのは、この需要量が減ってここに来たのをこう戻していって需要量を足していくと。だからそうするとその期 S での需要量っていうのがここからここまでの需要量以上じゃないともう欠品したわけですね。だからこういうふうに書いておきます。でこの確率が T 以上だよっていう制約条件っていうのは、さっきの分布関数の逆関数を使うとこんな感じで書ける。でこれを KT での在庫量の式に書き直すと、まあ、こんな感じで書けると、うん、で、これさっきのやつに似てるんですね。 KT の直前で、生産を行う期が S だよって、さっきの S っていうのはよく分かんなかったんだけど、それをまあちゃんと Y から YT っていうのはそのKT で生産を行うときに1になるような01整数変数だったんですけど、そいつから、まあ、こういう01整数変数を、まあ、計算するためには、まあ、こういうような式を入れておくと、まあ、できますよと。それぞれの KT についてどっかで直前で生産をする期っていうのが、まあ、どこかにありますよっていう式と、直前じゃないやつっていうのはゼロになるよっていう式なので、だからこれっていうのは、S 以降で作ってたらここの部分がマイナス1とかマイナス2とかになるので、そうするとここの部分が全体として、ゼロ以下になるので ZTS っていうのがゼロになれる。一方で何もS 以降を T より前で作ってなかったらここの部分が0なので、
YS っていうところに1が入ってて ZTS っていうのは1にしかなれませんよ、まあ、そんなような式を入れるとうまくこれっていうのは表現できます。でそうすると、まあ、こんな感じで書くことができます。でさっきはこの部分に、その二次推薦薬っていうのが出てきてたんですけど、実は使わなくてその分布関数の逆関数が分かってると、まあ、こんな感じで整数計画で簡単に書くことができて、でこっちで解くと、まあ、かなり早いです、はい、ということが、まあ、分かります。だからそのなんですか、で多分なんかこれ知られざる論文な気がしていて、なんかちょっと変わったジャンルに載ってるので僕、まあ、ちょっと調べたら出てきてっていう感じですね。これはなんか、まあ、ちょっといいかもしれないという思っています。はい、でそれから、まあ、最近どんな研究やられてますかっていう話なんですけど、まあ、はい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 、はい、分布関数が分かっていればって言いましたけど、はい、この論文の著者の人たちは、はい、この過程をしたものから外したっていうような意識はあるんですか？ない。いや、特にないと思います。はい、いきなりこの過程をつけて自分たちの、うん、まあそうですね、これが分かっていたらこんな感じで書けますよっていうような感じです。まあ、だから、まあ、ただまあこれ分布分かるんですかって言われるとそれはまあまあまた難しいんですけど、僕は最適化したのでそれはあの持ちは持ちやという感じなので、これは分かってると思って、まあ、この分かってるんだったらこういう最適化できますよというお話をしています。うん、でこれは一瞬で終わります。で最近どういうことをやってるかっていうと、その上さっきはその需要量とかっていうのが連続的な分布に従ってますよっていう話をしてたんですけど、今回はそのいや今回はというかこの人たちのやってることっていうのは、離散的な状態を考えています。その、この i っていうのがシナリオとか、まあ、想定してるやつで想定している、うん、まあ、離散的な状態で、この DSI っていうのはキー S における需要量なんだけど、その I についてその I がその、うん、想定しているシナリオですけど、 I によって1番目だったらその需要量が少ない場合で、2番目はまあまあもうちょっとある場合で、3番目は平均的な場合で、4番目はちょっと多い場合で、5番目はかなり多い場合みたいな、そういうようなそのシナリオを考えて、考えるということをやっています。でこれ離散化すると結構まあなんていうのかな、変数はもちろん増えちゃうんですね。そのもともとあった元々はこういう i に関する数字とかはなかったので、キー t での生産量っていうのは0以上、うん、このくらいいいかってなったのが、その、まあ、t 以降 xt っていう変数は、まあ、計画期間の長さ分ぐらいあったわけですけど、計画期間の長さかけるシナリオの個数みたいな感じになって変数が非常に増えるわけです。ただ、まあ、割と柔軟な表現っていうのが、まあ、できます。でこれ 何やってるかっていうと、ここの部分っていうのがこれだから zi っていうのが1の時が、そうね、1の時がまあ欠品していて、その、まあ、1の時のはここの右辺0になって、なると。で一方で、まあ、でその xsi っていうのはそれ 0以上なんだから、うん、まあ、これは、まあ、ここ0になったら、まあ、あんまり意味ないと。で一方でこれ zi っていうのが0になってたら、その XS まあ、KT までの生産量の総和っていうのが KT までの需要量の総和を超えていてくださいって言ってるんだから、まあ、欠品してないってことなわけですね。だからその ZI っていうのがこれ01整数変数ですけど、ZI っていうのが1の時っていうのが欠品に対応してるわけです。
でシナリオ i の発生確率っていうのが、まあ、πi だとしたら、それ πi かける zi の足し算が1引く p 以下とすると、その欠品する確率が、1引く p 以下っていうふうに、ね、まあ、そんなような表現ができます。で一方そのはい、まあまあまあそんなようなことはやっていますと。でそうするとそのこれっていうのはそのその将これなかなか難しいところなんだけども、将来のそのある時点での意思決定をするのに、それまでの需要量の実現値っていうのがまあ分かっていてその意思決定をするわけじゃないですか普通は。でそういうのがちょっとできてるっていう感じがまあします。まあちょっと詳しくはちょっと割愛しますが、はいはい、そうですね、これで半分ぐらいでちょっとブレイクします。はい、はい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 、今だからサービスレベルって言って、はい、欠品する確率で全部やってるんですよね。そうですね、はい、サプライチェーンの方だと、はい、いろんなその尺度メトリックって彼らが呼んでるんだけど、はい、評価尺度があって、はいはい、充足率だから充足率欠品したこれ欠品する確率だよね、はい、その分いっぱい欠品する場合と、はあ、はあははあ、充足率売ったものの中で、欠品しなかったものの数が給率でやる場合と、うんうん、さらに費用だから欠品すると1回欠品すると何円という、うん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 、欠品イベントに対するコストと、うんうん、あとは欠品した数に対するコスト、はい、でこの4つがよく使われているやつ、はい、だと思うんです、はい、例えばケースバイケース、はい、それにこれなんて拡張できるような気がする。できると思いますね。前のは厳しいの数は欠品しましたってだけでしたとき、なんだかな、どんだけ足んなかったくてとかと、そういうそれがバックオーダーされるかなんて全く入ってない、入れられない。バックオーダーの量っていうのは欠品しましたってだけで、うん、はい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 、しないようにするだけでしたときは、いや多分入れられるとは思いますけど、その4つぐらいやると、いや、はい、前のはだからね、二次推理やれって言われたから無理やりやったんで論文にならなかったんだけど、そっちで確認をするときに簡単にできちゃうと論文にならないけど、そんなに難しくないような気がしますけどね。実用性をこう 出しましたっていうと、学生さんとかだったらなんか卒論みたいな、あ、卒論ぐらいにはなると思うんですけど、じゃあそっちで、いや、なんかね、そういう、はいはい、いろんな尺度があってですよ、はいはい、単に大体そのテキストはもうサービスレベルで、はい、ここまでって言って教えちゃうんだけど、実際使おうと思っていろいろ、そうですよね、あるんです。欠品するときに全然スッカスカってのは困るわけですからね。それは本格的人にとっては、拡張は簡単だよっていうことで、どれか一個やれば、同じだよってことで深いんだけど、使おうと思うとそこまで面倒見てあげたと。だからこれらのモデルが拡張可能かっていうのはあんま自明じゃなければ、自明なのかな、なんかいや、ちょっとすぐには分からないんですが、じゃあ休憩中に考えてくださいじゃあ、他にも質問あります、はい、だいぶ難しいようです。まあ、あれで10分ぐらい、はいはい、10分ぐらい、はい、後半の話をお願いしたいと思います、はい、じゃあちょっと休憩をしましょう。